け。私も、そう、思ってましたのよ。は？私が、ニーニーを追い詰めたから、いなくなってしまった。私が甘えていたニーニーのすねをかじり続けてしまった。弁解の余地なんてありませんでしたよ。ちょっと意外だね。あんたが自分の罪に自覚があったとはね。でもね、私もうニーニーに甘えない。ニーニーが帰ってきたら、私、もう一人前になってるところを見せるんですのよ。しっかりした、一人前になったことを教えてあげるんですの。帰ってきたらいいね。帰ってきたらニーニーは、きっと帰ってきてくれますの。絶対に、帰ってきてくれますの。それまで待ってるんですのよ。そしてニーニーに、今まで甘えてきて本当にごめんなさいって謝るんですの。それまで、負けるものか、負けるものか、もう私は絶対に、ニーニーに甘えたりしないの。どんな苦難にもニーニーの助けを呼ばない、呼ばない、泣かない、叫ばない。泣いたらニーニーが来てしまう。だから私は一人で耐えてみせるんですのよ。上等抜かすな小娘が。私を刺して楽しいならいくらでもお楽しみ遊ばせ。でもね、それで私がニーニーに助けを求めたりするのを期待しているんでしたら、お気の毒ですわね。私は泣かないんだから、絶対、絶対、絶対に疑うなら好きなだけ試してみろ。ニーニーは見ててくれる。私が本当に我慢強くなって一人前になったことを見ててくれる。それをニーニーが見届けてくれたとき、きっとニーニーは帰ってきてくれるんですのよ。さあ、いくらでも試してみろ。私は泣かない、涙も見せない。北条さと子がどれほどの強さを持つか試してみろ。くそニーニー、見てますわよね。見ててくれますわよね。さと子はこんなにも我慢強くなったんですのよ。もう何が起こってもへこたれませんの。こんなこと、この程度で、こんなぐらいで、私は泣かない、助けを呼ばない、耐えられない、耐えてみせる。ニーニーが私に代わって傷ついてくれた痛みなんか、これにはるかに及ばないのだから。クソ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 、こいつは誰なんだ。こいつは私の知っている里子じゃない。こんなにも強い里子だったなら、サトシ君の負担にはならなかった。どうしてこの強さがかつてなかったのか。遅い遅い、全てが遅すぎる。このバカの奪還があまりにも遅すぎる。